日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かってプレーボールよろぴこ。だから家に来てくれたら出るよっつって言ったら、いや、行くっつって、どこまでも喜んでですね、喜んで、どこまでもすげえ、あの電話ハチもよ、喋るよ。ハチは喋れます相変わらずだよ、もうハチはもう喋らせた日本一です。本当だよ、昨日も熱弁振ってたよ。振ってました。そう、振ってたよ。ハチは喋らせた日本一だと思うな。いただきます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 。すみません。楽しみじゃん。何が？あ、こうし広島弁でしょ。そう、そうです。楽しみじゃん。ちょいちょい出ます。広島弁ね。どこの言葉喋ってるか分かんないですよね。博多弁ですね。え、矢原さんは西田さん。まだ今からやろ。今から今喋ったら、まあ、二度聞くことになるからね。そうです、そうです。え、博多は良かったとこですよ。いろんな行こうか。あ、ちょっと飲んで。またすごい話ですね。そうそうそう、ね、あの時代ね、たまたま自分の仲人でやってもらったのがね、今もうお亡くなりになったんだけど、やっぱり芝浦工業大学 の、 あの先輩だったんですよ。野球じゃなくて応援団で、応援団で、はいはい、その人がどういうわけか日大 の、はい、あのこの前まで、ね、理事長やってた田中理事長、はいはいはい、それとものすごく兄弟みたいに仲良かったんです。仲良くて、そういう関係でその小泉さんって方だけど、でいつも会ったりして、うん、でやら、うちに遊び来いよって言ったらね、相撲取りが、そういうことで知り合って、あの頃はその応援団の団長までやったからね、もう吉本の親父みたいなもんですよ。すごいんだここで博多ね、はい、博多必ず来られるんですよ。はい、なるほど。見に、はい、そうしたら寮に電話かかってきて、はい、まあ自分のことをね、ハルキ、今着いたぞ、はい、5分で中洲に来い。むちゃくちゃですね。まあ昔の人だから、あ、なるほど、5分で中洲からね、はい、今みたいに車混んでないけど、はいはいはい、どう見てもね15分かかりますね。15分はかかるんですよ、はい、飛ばしてね、はい、で行くと、うん、これだけ遅れたな、はい、駆けつけ3杯だ。豪快ですね。そうですよ。昔ですそうやね。そうしたらいるんですよ、宇和島と高輪。宇和島と高輪で、はい、言って、あ、岩さんどうって。みんな若かったから。そうですよね。奴らも重量上がって、奴ら強くなるからなって言って、そういう時からやってるから、ね、すごい。宇和島と高輪の話しましょうか。はいはいはい、聞きたいですね。でそこでね、バーッと飲んで、はい、食べて、はい、そしたら必ずね、ちょっとシャルタクラブ行くわけ、はいはい、高級クラブ、ありましたね、高級クラブ行くとね、はいはい、でそうしたら座ったらもう宇和島もいい調子だから、はい、でそうしたら宇和島ね、綺麗な博多のホステスが座ったら、はいはい、それであいつってこうすぐあいつ触るの。で高菜那と僕は真面目だから、はい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 、で矢野さん、あの野球の世界はどうですかっつってね、いや相撲の世界はあのつって、はい、そういう話になるんですよ。で真島もこっちで、なるほどですね。性格良かったですよ、真島さんは。そうでしょうね、真島さん一つ先輩だけど、はい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 、金の回しですよね。金の回しかな。そうそうそう、ですよね、本当にね。それで横綱になったら、はい、横綱になったらあのめちゃくちゃ電車の運転手付きの、はい、それで自分なんか桃地から平和台まで時々歩いたり行ったりすると、はい、ゆっと来て、はいはい、いや乗れよっつって。豪快ですね。そうそうそう、でもいい時代ですよね。いい時代ですよ、マジで。やっぱあの当時井原さんがいらっしゃった時っていうのは
池永さんはまだ投げてたんですよ。もういや、もう終わってる。そういう事件があったから、とんでもないボールって聞くんで、だから僕はね、はい、池永さんとはやってないんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、結構あの時ね、エースの人たちがみんな、もう3、4人亡くなっちゃった。そうですよね。すっごいボールだったって吉子さんもよく聞くって言われてたんですか。で性格がねきつかったからね、池永さんね。そうそうそう。普通にバッターで大先輩でも普通にシュート投げて、そうですバット投げてきたらぶん投げたとか。すごいですよこれ。ジャンボさんと一緒ですもんね。ジャンボと一緒。あ、池永さん。はい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 。だって池永さんがね、あのまあ自分なんかよりも2つ上だから甲子園見てたの。はいはい。ここ2年の時かな。はい、で準優勝だなんか。優勝したんかな、うん、まあその時代にインタビューしてたんですよ、はいはい、そしたら親父さんが見に来てて、そしたら親父が泣いてるんだって、はい、親父泣くんじゃねえよっつったそんな池永さんね、でもかっこいいなと 思いましたよ。あ、背がね 1m75 か6ぐらいですよね、うん、そうそうそう、はい、吉子さんぐらいですよね。そうそうそう、それでねこうあの右足をねギュッとこう上げて、はい、上げて、うん、あ、昔の人そのやっぱね、いいピッチャーね、いいピッチャーで、やっぱりコントロールが良かったらしいですよ。あ、そんな今のね同期みたいな球投げるわけじゃないんだけど。はいはい、そうでしょうね。いや、コントロール良かった、みんな。あ、そういう面では。たまたまね、うん、稲尾さんが師匠として、はい、で稲尾さんなんかもう針を通すようなコントロールだったから、はい、それをやっぱり稲尾さんに教わったりしたところで、ああいう池永さん、なるほど、ね、この強いハートとね、あ、4年から5年でね、そうですよね、活躍してますよね。すごいんですよ。すごいですよね。で僕買い上がってもらってて、はいはい、池永さんのドーベルって店やって、はいはい、もう行ったら、ね、朝3時とか4時まで、はい、行くぞって言われて、日本酒飲むから日本酒だって言って、それから家行こうって言って、うん、で池田さんの家一緒に行って奥さんが出てきて、あ、すいませんって、そのまた家で飲んで、いつも飲むやろ池田さんってもうすごい元気でしたよ。でゴルフうまいし、そう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 、これは亡くなる前に僕一緒にゴルフコンプ出たんですよ。あ、そう、池田さん、うん、なんか知り合い でもうすぐあるんですよ、あのエイジシュートやってましたからね、うん、ゴルフは。それからだいぶ悪かったんですよ、ガンで。あ、まあね、あのやっぱり後輩にも親しんでもらって、ね、うん、やっぱり性格的にはものすごくいい人だったらしいですよ。あ、ほんま良かったですね。野村健次郎さんの見に面白いですよ。健次郎、はい、あの人は面白い。健次郎面白い。健次郎面白いです、あいつ喋ります。あ、そう、僕ええで喋ると思ったですもん、うん、あいつ監督になった時はちょっと気取ってた、ね、そうそう、もう あんなじゃないです。あいつ気取ってやんだよ。びっくりするぐらい喋ります。うん、俺がびっくりしたもんね。よく喋りますよね、ほんま。松永ひろみさん、え、松永ひろみ、あいつも喋らせたら止まんない。あいつもな、松の話があるんだよ。あいつがさ、オリックスの時に首位打者争いが、はい、ああ、ありましたね、首位打者争いがあった時、うん、俺サードコーチャー、うん、で、松、お前セフトバンにしてこいつ、うん、セフトバンにしたら、ハチがサードだった、うん、ハチ後ろ回してるからっつ、うん、そうしたら、わかりました、でランナー出たら1球目走るよっつって、うん、スタートな、スタート遅くして走れっつって、分かりましたっつってさ、それでパンとスタートを前で率を上げて、うん、そうしたら初球パンと走ってくれたんですよ。はい、伊藤勤めやろう、どこ投げたと思う、冒頭だよ、悪送球センターに悪送球だよ。松がさベースに来て、俺の顔見てさ、どうすればいいのなりますよね。で、その時ね、うちが2点差ぐらいで勝ったんだよ。うん、俺もどうしようかなと思ってさ、この次のバッターが打ったら、あ、ですよね、もう次のバッターで、まあ終わったんでね、うん、で、まあ、昔はね、さあ、でもちゃっていやいや、しましたよもう本当、いろんなことあって、いや、面白い、だから面白いですよね。しました。巻き寿司です。あ、そばだからの巻き寿司ね。うまっ。
まい。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。